ヤッハローどうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジアニキ浜です。はい、現在11月26日土曜日の午後2時56分ですね。ちょっと4時過ぎには用事で出かけていかないといけないんでね。はい、今とある価格の、レールガン1、2話見てきまして、アップロード&感想あらすじね書き終えました。さあここまでです。とりあえず今は、3話ですね、 D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れません。ご注意ください。3、2、1スタート。いやー、2話大爆笑だな。めっちゃおもろかった。白井黒子最高。上条トーマがいったら何やったかなと思ってね。あれ、これ金光、あれ金光瑞子やったっけ。ことぶき宮子さん。なんか狙われた時話題やったっけ今回のサブタイトル。あ、金剛か。この時ことぶき美奈子さんもう18歳ぐらいやな。あ、やられた。そうそう、この上条とも、これ何もん、これときわ台中に来るのね。あ、ケーキ屋に行くんかい。学び屋の園っていうのは地域の名前。あ、やんだ。へえ。
DIY のジョブ子がいたとこみたいな。これあ、学校にこのなんか改札を通るってね、 DIY の悠々女子女学院やで。テーマパーク？あ、テーマパークじゃないか。あ、なんで作画がおんねんと。ああ、やっぱ学校に行くのね。ずぶ濡れ。ああ。制服か。貸してあげなさいよと。あ、借りてはない。お、あ、呼び出した、あの仕事にね。なんか狙われそうやな。風紀委員活動。あ、そうか、風紀委員とか言ってジャッジメントと呼ぶのね。困り、髪切った困り。あ、絶対狙われるやろこれ。困り、越谷もいるね。そうなんか。全員？スタンガンでやられてるのかなこれ。ああ。
ひどい。顔に落書きとか。脱がされてるとか。あ、髪切られてるとかか。違うな。なるほど、顔に落書きなわけないか。透明人間。なんでここ隠してんやろ。なんかヒントなんじゃ今の鳩が。ダミーチェック。あ、こいつかい。さっき思ったな、でも重複見本。ん？やっぱり顔の落書きかな。眉毛剃られたのか。両津勘吉。やっぱりそうか、落書きか。見てたんや。ああ、なるほど。すごっ。違う違う違う、そっちじゃないやろ。
重福美穂ね、ハブクで見て思うね、あれあれこれは淡月じゃあ、ああクレープがここに連れます。おう、厄介な能力やな。さあ、重福美穂の狙いは一体何なのね。あれ、今の美琴？電撃使うもんね。とりあえずケーキ食いたくなるね。眉毛かけら書き返す。あれ？そもそも面白眉毛やった。あの人あれ、これ田村ゆかりさんかな。あ、常盤台なるほどね。いや、この眉毛も大概やけどね。なんというしょうもない理由。
あれ惚れられた重福美穂に。ちょっとゆりが、消えへんのか。取られへんのかい。あ、やっぱタムリ分かりなさいね。いやー、2話に続き3話も笑わしてもうたな。え、これ逆アニメ？これ。これ2009年か。セッタババア。よいしょ。いや、面白いね。いや、面白いわ。重福美穂、ナイスキャラでした。しかも田村ゆかりさんというね、えらい豪華な方を。何だっけ、学園の園って言うたっけ、この地域。ちょっとあらすじ見ておこう。学園の園って言うた。学園都市の一角、東京大地方が始まる5つのお嬢様学校集まる学、あ、学び屋の園か。あ、なるほどね。学び屋の園という町の中に、町、の中に、5つのお嬢様学校あるのね。で、ここに、飾りと、ルイ子は遊びに行くという子だったけども、まさかのアバンで、金剛光子がね、何者かにスタンガンでやられたと。ちょっと不穏なスタートだったけどね。まあ、それが、何？理由が、彼氏を常盤台の子に取られたから、振られた理由が、お前の眉毛変やねんって言われたことで、まあ逆恨みしたわけやね、常盤台に。やけど、まあ一応最後にサテンルイ子にこう、いや、あんたの眉毛変じゃないと、むしろチャームポイントよって言われて、ちょっと惚れたかな。ね、手紙出してもいいですか。ちょっといい感じに終わったかなと思ったけど、1週間キーヘンインクやったとはね。面白い。今のところ2話3話続けてギャグ回でええんかな、これ。うん。そしてこの回見たらケーキめっちゃ食いたくなってきた。ちょっとこの後用事でレストランに行くんで食おうかな。はい、ということでですね、まあ4話以降は明日かな、ちょっと土曜の晩がね、リアタイものが忙しいもんで、で、月曜日は仕事入ってるんでね、やし、ちょっと、まあまあ、見れる範囲で頑張っていきたいと思います。で、リアタイものもちょっと遅れると思いますけどね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、とある科学のレールガン3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いします。
ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者、そして大道芸人、そして子供向けのパフォーマーやっております。で、普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などでね、やればできるわけないこれを伝えたくて、パフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約2年9ヶ月仕事ありません。貯金でなんとかやってます。はい、そして今声優さんも反対の声を上げてますね。インボイス制度、まあ来年から、収入激減すると思います。もうほんま不安しかない中ですけども、アニメのリアクションね、今一応頑張ってます。今日で975日。まあ去年推定2000本以上は消えたと思いますけどもね、動画が、まあ、なんとか乗り越えてやってますが、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでねやってしまったので、現在はこちらをサブチャンネルとして残して、9月14日に新たに本職のチャンネルを作りました。何卒こちらのチャンネル登録もお願いいたします。毎日19時に動画投稿しております。URL は説明文にあります。で、過去のアニメのリアクション動画再生リストで作品別まとめてるので、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジアニメハマした、ご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。